気の毒な方であります。ほう、嬉しいことを言ってくれるな。なぜだ。三船敏郎を扮する鬼総長と後陣吹きすさぶ北支戦線で楽器を武器に戦った13名の少年軍楽兵の話である。やいてめえら何名や、手ぶらで逃げてきたのか。太鼓もラッパーをぶっ放してが。でも喋るだけは持ってきました。何を。小杉総長意見具身聞こう。彼ら軍楽兵は戦闘訓練を受けておりません。焼き場にやるのは殺しにやるのと同じだと思いますが。そうかな。飛行に預ければ生き抜く術を教えてくれると思ったがね。バカ、死んじゃダメだよ。ああ死なないよ。生きててやりたいことは山ほどある。岡本喜八監督が戦争の虚しさ悲しみを鮮烈なタッチで放つ戦争活劇大作。俺は戦争の仕方は教えた。しかし人殺しは教えんぞ。命令を伝える。原谷東兵以下13名は以後小杉総長の指揮下に入り焼き場攻撃に参加すべし。スケールで描く壮絶焼き場攻防戦血と砂、血と砂にご期待ください。